昨日とんでもないことが起こる。あ、ちゃんと脱水までかかってます。これがすすぎの段階で止まっちゃってしまって、何が原因かなと思ったら、ここ排水、ここじゃないんです、ここにある外用の返しです。これあれと同じです。 S 字のやつと同じように、ここにこのゴミペドルがたんまり詰まっていたので排水ができずに止まってしまった洗濯機です。皆さん、外に出るやつはたまには掃除してみてはいかがでしょうか。